じゃあ今回はあれだね、エンチャントと工業をやりたいな。エンチャントはね、あともう皮を集めて、ダイヤもね、ほら、14個あるんで、まあ、皮集めて、本棚作ればエンチャントはできるかな。あ、違う、黒月と取らなきゃいけないわ。黒月取りいきますか、一旦。したら、テレレッテッテンって感じで、こうして、こうして、こう、テーン、エンチャントデーブル。まあ、別に、今さら、ね、バニラの要素、バーンはね、そんな、そんなよ、もう。テントデーブルなんかしないですけど、一旦これはじゃあしまっておきましょう。そしたら、小麦育ち待ちなんで、工業進めますか。で、今回、どっち進めようかな、ビルドクラフトとエンドアイを。しよっかな。まあ一旦ビルドクラフトの方進めようかな。エンダー用はね、ちょっとまだ、あ、いや、そうだね、やっぱエンダー用にしよう。エンダー用を進めよう。で、エンダー用の進捗とかあるかな。それに一応、はい、エンダー用基本ということでね、何をするか先生が言ったんですけど、じゃあちょっとビキ見ようかな。なるほどなるほど。火打ち石で岩盤に茶化しなきゃいけないし、どういう、ちょっと行こうか。これあれだかな、ワイゴになった時の石炭、あったったった。これで着火すると消火器のために、これ自然消火じゃなくてあれなのかな。まあそうじゃ、自然消火じゃないといけないっぽいんで、自然消火ちょっと待って調べるわ。自然消化じゃなきゃ、自然消化な、お、来た、パポンっつってインフィニティの粉で、これでこれかな、うん、これ作んなきゃいけないんで、あ、1個でいいのか。じゃあ一旦上に戻りまーす。よし、そしたら作っていくぞ、作っていくぞじゃない、これをこうして、こうすればなんとね、できます、簡易型マシーン。てってれーん、これ何、ドイツ製最高品質オールインワンルツールキット、ステンレスセラーで見せてきて、なんかしてください。なるほどね、すごいね。なんかこれを使って、この自動粉砕機、スターリング発電機、これかな、合金製電機を作っていくらしい。ってことはあれかな、これマシンシャーシが持ってきてだから、これインフィニティのことは粉をまた取っとかなきゃいけない。それがこうなりましたということでね。まあやっぱね、テンポ感ってのは大事だからね、まあ、ここまでするのも大事なのかなって。うん、まあ俺これ作ってる間ずっと無言で作業してたけど、はい、エンチャントテーブルができましたよということでね。じゃあエンチャントしようかなんか。何エンチャントしようかなと思ったけど、まあ決めてたわ。ということで、ダイヤモンドのピッキルに幸運さんをね、俺はつけます。見てない、見ないよ、見ないでいくよ、せーの、せーの、ほい。せーどっぽい。え？ちょ。え？せーどっぽい。